さあ、みさこんにちは、のさいさっぽろ森ちゃんでございます。さあ、今日はですね、皆様に嬉しいご報告がございます。クラウドファンディングで作り上げたあのライオンエリアについに新しい命が誕生いたしました。なんとアンジーちゃんとアレックスくんの間に可愛い2頭の赤ちゃんが生まれたんです。いや、もうクラファンのおかげです。本当に新しいエリアができたからこそ2人が一緒に過ごす時間ができて、そこで赤ちゃんが生まれたということで、本当にクラウドファンディング応援してくださった方々、そして今もちろん応援してくださった方々、本当にありがとうございます。それでは皆さんに赤ちゃんライオンご報告させていただきます。どうぞ。少し見えにくいのですが、こちらが産む前のアンジーちゃん、少し苦しそうに横たわっています。さて、こちらが産んでいるであろう瞬間の動画でございます。少し映像が飛んでしまいましたが、今の瞬間アンジーちゃんはすごく子供を気にするような行動をとっています。朝になりまして明るくなって、見えますでしょうか、アンジーちゃんの右側そして左側両方にですね、赤ちゃんライオンがいるんです。ストレスを与えないためにまだ目視はしていない段階での映像となります。アンジーちゃんウィザンですけど、ものすごく子供たちを気にしている立派なお母さんになっています。こちらがお昼頃の映像です。お腹の上の赤ちゃんが何やらもぞもぞ動いています。とちょっと転んでしまった様子、すぐにアンジーママに駆け寄る姿も可愛らしいです。それでは今から初めてのライオンの赤ちゃんに会いに行ってみたいと思います。緊張しますよ、初です。人が見るのは初です。さあ、赤ちゃん見せてくれるでしょうか。お腹のところに1匹見えますでしょうか。赤ちゃんがいます。アンジー頑張ったね。お腹のところと胸のところにいるのが分かりますでしょうか。右腕のところに赤ちゃんがいるのが分かりますね。アンジーちゃんもすごく体力を使ってお腹が空いていると思うので、今からご飯をあげます。とてもいい勢いでご飯を食べてくれるアンジーちゃん、本当に出産お疲れ様です。とてもいい勢いでご飯を食べて、今あげた分はすべて完食してくれました。まだお肉を欲しそうにしていますが、ふと目に入った赤ちゃんのことがやっぱり気になる様子。もう一度お肉をもらったアンジーですが、その下でよちよち歩く赤ちゃんが可愛すぎる。少しの間だけですが、お母さんのぬくもりがなくなって子供たち寂しくなっちゃったんでしょうか。元気な声で泣いてくれました。生後5日目、ものすごく可愛い姿が確認できました。へそ天で寝る赤ちゃん、可愛い赤ちゃんがよちよちしています。
本当にアンジー出産お疲れ様です。これから育児も大変だと思いますが、スタッフ一同全力でライオンファミリーをサポートしていきます。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。もう本当に可愛い存在が誕生してしまいました。可愛すぎます。孫です、孫、当園の孫でございます。はい、皆様の応援これからもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまたお会いします。またね。おめでとう、あちゃん。あちゃんおめでとう。嬉しいね。そうか、喜んでますね。うん、よかった。アレックス